んにちは、チーフの三浦です。6月15日、本日のフロンティアディープが始めます。今日はシンガーソングライターの三浦さんや、アニメドラえもんに登場するジャイアン、ゴーダー剛さんですね、の誕生日みたいですね。今日誕生日という方はおめでとうございます。さて、本日新着賃貸物件3件入っておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、いつも通りホームページツイッターのところにですね、新着物件記載されております。一つ目、富士河口湖町船津 1LDK、54,000円。これ3階建ての2階角部屋が出ていましたけれども、中部屋の空き予定も出ました。変なとこしちゃった。はい、同じく富士河口湖町船津 1K で45,000円と、富士吉田市上吉田 2DK 56,000円。こちらを見てみましょう。アイデアルスポット A、 アイデアルスポット AB が並んでおりまして、3タイプあるんですよね。そのうちの1つ 2DK の空き予定が出ました。 A と B とありまして、全部今満室で、7月中旬に1部屋だけ空き予定がありますね。同タイプの動画、写真、ちょっとすいません、写真が少ないですね。ありますので、そちらも、チェックしていただければと思います。はい、こちらは、エアコン、追い焚きバス、シャンプードレッサーなど設備も充実、24時間コールセンターもあり、安心な物件ですね。ただですね、市立病院の近くになるんですけど、小学校中学校がちょっと近くにないんでですね、30分ぐらいですかね、24分、26分、それぞれ小学校中学校までありますんで、そちらがちょっとデメリットになるんじゃないでしょうかね。はい、はい、では本日のフロンティアディープを終了します。ご視聴ありがとうございました。